リンカーンフィナンシャルフィールドはアメリカ合衆国のペンシルベニア州フィラデルフィアにあるスタジアム。ナショナルフットボールリーグのフィラデルフィアイーグルスと NCWA カレッジフットボールのテンプルオールズの本拠地である。フィラデルフィア南部11番街とサウスダリエン通りの間のパティソン通りに位置し、I-95 と並んでサウスフィラデルフィアスポーツコンプレックスの一部となっている。 座席数は69,176席。地元の人からはザ・リンクと呼ばれている。2001年5月7日から2年間の工事を経て、2003年8月3日にベテランズスタジアムに代わりオープンした。総座席数はベテランズスタジアムとほぼ同数となっているが、新スタジアムには2倍の数のハイクラスシートと車椅子移動が可能な座席があり、 より近代的なサービスが提供されている。建設には LED ディスプレイと624フィート以上の LED リボンボードが含まれていた。2002年6月、命名権をリンカーンファイナンシャルグループに21年間で1億3960万ドルの契約で売却した。スタジアム建設に際し、フィラデルフィア市とペンシルベニア州は、 合わせて約1億8800万ドルの資金提供をした。追加の建設資金として、イーグルスのシーズンチケット保有者へ、スタジアム建設者ライセンスを販売し、調達した。フィラデルフィアが陸軍主管学校と海軍兵学校の両校の中間地点に位置していること、スタジアムが大観衆を収容できること、 そして街の歴史的な性質から陸軍隊海軍のカレッジフットボールの試合がこのスタジアムで開催されている。また、テンプル大学のディビジョン1フットボールチームも当スタジアムでホームゲームを行い、年間100万ドルの使用料をイーグルスに支払っている。メジャーリーグサッカーのフィラデルフィアユニオンは本拠地のスバルパークでは十分な座席が確保できない試合の場合、 このスタジアムで著名なクラブとのエキシビションゲームを開催した。また、毎年数回サッカーの試合も開催されている。2005年、2006年、2013年の3回、NCWA ラクロス、ナショナルチャンピオンシップのホストを務めた。2013年、イーグルスは今後2年間でスタジアムの大規模改修を行うことを発表した。 プロジェクトの見積もり総額は1億2500万ドル以上とされ、計画では座席の拡張、2つの新しい HD ビデオボード、更新されたアメニティ、Wi-Fi、上層階同士を渡す2本の連絡橋の設置が含まれていた。これらの回収はシーズンチケット所有者、諮問委員会、ファングループらからの調査後に決定された。 スタジアム全体をカバーする Wi-Fi の設置を含んだ、これらの変更の大部分は2013年のホーム開幕までに完了した。そしてアップグレードされたサウンドシステムとビデオボードは2014年シーズンに完成した。1994年5月6日、ロサンゼルスの映画会社チェストナット、ヒルプロダクションズの社長兼 CEO を務めていたジェフリー・ルーリーが、 1>, 1億9500万ドルでイーグルスを買収。ルーリーは即座に新スタジアム建設を表明した。当時の本拠地スタジアムだったベテランズスタジアムに対しては人工芝グラウンドのコンディションの悪さやアメフトと野球の兼用であることなどに不満の声が上がってきていた。1999年2月2日、ペンシルベニア州当局は 新スタジアム建設へ公金を拒出することを認可。続く2000年12月9日にはフィラデルフィア市当局が建設資金の一部を負担することでイングルス側と合意した。2001年5月7日、寄港。2年以上かけて建設された新スタジアムは2002年6月3日にリンカーンナショナルコーポレーションが 命名権を20年1億3960万ドルで取得したため、リンカーンフィナンシャルフィールドと名付けられた。2003年8月3日、マンチェスターユナイテッド FC バルセロナのサッカー親善試合で会場。初めてアメフトの試合が行われたのは、同年8月22日、イーグルスマイナスペイトリオッツのエキシビジョンゲームだった。同年9月8日の、 イーグルスマイナスバッカニアーズ戦は NFL 公式戦初試合ということでマンデーナイトフットボールで中継されるなど注目を集めたが地元イーグルスはバッカニアーズに0から17の完封負けを喫した。サッカーでは2003フィファ女子ワールドカップ開催地の一つとなった。2016年にはコパアメリカセンテナリオが開催された。フィールドの様子2017年。 リンカーンファイナンシャルフィールドはアメリカ合衆国エネルギー省省エネ再生エネルギー部によって最も環境に優しい NFL スタジアムの一つに数えられた。エネルギー効率の高い設備として1万1000枚のソーラーパネルスタジアムの外側と上部にそれぞれ14機の上マイナス4系風力タービンが設置されており、 これらの設備は施設の運営に使用する電力の30%を占めている。2013年には動物の倫理的扱いを求める人々の会のベジタリアンに優しい NFL スタジアムリストに4年連続で最上位に選出された。ありがとうございます。